初代大和十立代表取締役会長。前代表取締役社長。大阪府八尾市出身。1974年、大阪府立山本高等学校卒業。万人に喜びを,をスローガンに、顧客、地域社会、取引先、社員に喜んでもらえる企業を目指す。特に顧客には、住まいを通じた幸せづくりの一端を担うことを目標としている。 住宅、建物というハード面とアフターサービスなどのソフト面の両面から顧客の満足と喜びを追求する。住まいを通じて全国の顧客に喜んでもらえる企業になるため、大和住宅は長寿命、広い、安い、高性能の家づくりを追求し、日本の住宅を世界基準レベルの性能に引き上げ、皆様が健康で快適に暮らせるように導くことを使命とししている。 1961年9月16日、5歳の時に第二室戸台風を経験。統計史上最大となったこの暴風雨により屋根の瓦がバリバリ、カラカラと飛び散り、柱はギシギシ、ガタガタと音を立ててき死んだ。皆が父にしがみつき、あわや倒壊かというところで危機を乗り越えた。この体験から頑丈で何があってもびくともしない家が欲しいと思うようになり、 それが生涯の仕事となった。好きな言葉は自分の限界に挑戦してこそ人生の醍醐味を味わえる。ありがとうございます。